アマチぶっ飛びチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは。コロゴメチャンネルだよ。おい、その今日はよ。はい。バトルということで。はい。茨城県にやってきた。はい。これからバトルだ。わかりました。で、今回のバトルの相手だ、イージーフィッシングクラブ。お願いします。イージーフィッシングクラブのよ、はい、レイ君よ。お前強いぞ今回。今までのよ、お前コマさんとかよ。お前レベルが違えぞ。わかりました。相手はお前40分ゴロゴロ釣ってる。はい。で、今回は阿部、相手のフィールドで戦うんだ。そう、はい。大丈夫か。大丈夫です。意地張ってんじゃないの。いや、意地張ってないです。よし、で行くか。はい。よし、気合を聞かせてくれ。ミスター元気もりもり。そして今日はシンさんとジャッカルさんもついてくれてるからね。はい。心強い味方たちがいるし。イージーフィッシングクラブ、イージーフィッシングクラブはね、絶対見た方がいい。これは別に動画がどうこう、はい、俺の動画がどうこうとか、そういう宣伝とかそういうんじゃないよ。はい。本気で見た方がいい。見たら分かるよな。分かりますね。いなそう。この落ち方に反応しねえ。そうですね。これ無敵のこの落とし方に反応しねえぞ。寒いからテトラか。ベイトがいないね。見えないですよね。いつも見えますか。お、ボスボスボス、右行った右行った右行った、でっけでっけ。マジいる。見ました。今いるっすよね。でかいっすよね。テトラからね。あ、本当だ、いる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 。スイッチ入れたら、あ、本当だ、いる。やっぱテトラの際にいる。あ、いた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 。おお、スクール、スクールだ。ダメ、こいつら。すっげえいる。今、ジャッカルさんの方行ってますね。そうっすね。中から出てきてますね。
いや今はもう多分30後半ぐらいのが、やべえ、やっぱこれ投げるとワームに反応して出てくるわ。そうっすね。あ、いた、またいた、また左から右行ってる。今完全にバスが動き出してみんな下流に下ってますよ。あ、行った、スモールだ、完璧なスモール。今ジャッカルさんの方行きます。30ぐらい、これもろスモールだ、でかっ。43が行きました。今度ここほんとすごいですよ。今多分ジャッカルさんの前通過しますよ。テトラに入ってる様子ないんだよな。あ、まただ、チビだ、今度チビ逃げた、ワーム手前に落としたら逃げたっす。はい、釣れた。深いわここ、深い。絶対深いわ。いつもの釣り方で釣れるかな。さあ今日は茨城県某所、ここでねツトムが乗り込みにやってきたということですね。ツトム、相手はかなり手強いと思うよ俺は。うん、バトルだから。お前負けたらどういう風になるかは想像がつくだろ。過酷な罰ゲームがツトムを襲うから、気をつけろよ、と思う。とりあえずよ、あれ重さ測るの持ってるんでしたっけ。ジャッカルさん重さ測るやつ持ってないですよね。じゃあ長さか、長さ勝負だな。いやー、やっぱり最近釣れてるスピンナッツを転がすかな。あれスモールに効くもん、冗談抜きで。ツトム、スピンナッツの用意だ。なんでか理由はわかるか。違う、教えねえ。あれほんとスモール大好物。入間川はさ、本当にスピンナッツ釣れますよ。あ、カバスカ投げてるよりこっちの方が反応が全然いいっすね。はい、大きさがいいのか。50です、一番ちっちゃいやつ。これガンディいらなくね、ツトム。いらないべこれ。ああ、しかもそこまで速くないですもんね。
お、くたくたくた、つとぶ食ったぞ。つとぶが食ったぞ。つとぶ最初勝負だからな。あれ、GoPro 撮ってたっけ。あ、撮ってる。うわ、つとぶが釣ったな。ふんどしでファイトだ。ふんどしファイトだ。侍か。侍のつとぶが釣ったぞ。チビチビチビ、ナイス。きれいにして、マスマス、きれいにして。つとぶやっとデコ回避したし、しかもうえー、ナイス。侍の勇姿を見せたぞ。やられた。よし、と写真も撮ってくれ。30だ。31センチ。ナイス。おお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 さあ、来た2本目。ハリモア。ジャッカルさん、何で釣ったんですか、ちなみに。スイングインパクトです。あ、兄さんですね、やっぱ。33。ケツが33ぐらいですね。2.5 ぐらい。2で。いや、3にしましょうね。ちょっと取れるか、これ。やったいやもうレイ君様々ですわ。まあまあ待ってくださいよ、私が釣りますから。あ、つとむ、黙っ。何やってんだお前、写真も撮ってないのに。写真撮りました、ジャッカルさん。ああ、じゃあよかったっす。流れないのにあの威力ですからね。うるせえよお前。投げた時も分かったんですよ、移動投げたなって言ったじゃん、はい、ここに一番いそうじゃないですか、ここ。当たんねえ。全然当たんねえの。だってこのテトラからゴーンって深いもん、もう。いや、これからよ、この時間からよ。今のところジャッカルさんが32で、ツトムが31、アベレージ30。でかい。やったー。ちょっと待って、あ、はい、おお、シンさんがやりましたよ。35力あるんじゃないですか。やっぱ完全に食い出してきてるな。ちょっと待って、危ねえ。じゃあ、つとむよ、俺がシンさんを信じてよ、 MPS を取れ。釣れなかったらシンさんの全部せえよ。よし、
ラスト一発。つとむのチンコはフルフェイス。つとむのちんこはフルフェイス。これやるとな、釣れる釣れるんだよな、なんか知んないけど。あ、そうだ、お前弱え。カモンよ、ブラックマスタジオ。カモン、バクバク連れてください。てなんだ、バカにしてんの。今俺が呼んでやりてえとこだけどよ、バスがいなくなっちまう可能性があるからよ。まだ早いだろ、一本出てからだろ、俺が呼ぶのは。ちげえのか、つとむ。今はまだ早い。あれよ、あれ俺が連れてテンション上がった時にやれば。くた、よし、おいしゃ。つとむのチンコはフルフェイス。やがったふぅ来るんすよ、このユウト。テトラですね。そうです、ジャッカルさんの足元に投げて。そうっすよね、冷た、バス冷た。おい、 GoPro 撮れてるんだろうな。ところで撮れてるのか、撮れてるのか、撮れてるのか、撮れてるんです。撮れてるんです。やったーい。シンさんが危なくゼロって言われるところだった。うー、危ねー。撮れてるんです。嬉しい。やっぱフルフェイスパワーが出たよ。なぜかあれやるとな、来るんだよな。つとむのちんこはフルフェイス。これを言うとな、本当に釣れるんだ。ここで出たの。そう、テトラの切れ目が見えるじゃん、うっすら。そこにスレスレ投げた。で、こうやって引きずった。で、しかもなおかつここがさ、この坂ってなんて言うんだっけ、シャローって言うんだっけ。シャローで良さそうだなと思って、このシャローのテトラの切れ目。つとむのチンコはフルフェイス、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 フルフェイス。レイ君釣ってるもんね。なんならバスよりでかい船。これで釣れたら気持ちいいよ。ボトム通りながらこうやって巻いてくればいいんだろ、これ。うわ、釣れそう。言わんそわんせんさんそう、幸せそうなの。セシール、あ、こっち投げてるのかい。あ、大丈夫大丈夫。いや、いいよいいよ。いい、大丈夫大丈夫。いや、いいよ。ここのやっぱテトラが感じるわ。
あ、なんかシンさん、釣れましたか？向こう行ってみんべ。さあ今シンさんの雄たけびが聞こえたので、もしかしたら釣れたのかもしれません。もし釣れてなかったら、つとむには過酷な罰ゲーム。シンさんがなんかバトっているぞ。さあこれデカスモールだったりして、声だよね、これね。これは声だと思う。え？ダブ。さあ。これもう上がんないよ。スレ。しかも。スレっすか？尻尾の方。あ、バスの引きじゃねえな。うん、すっげえもん。これはつとむ。お前罰ゲームだ。でもこれスモールって可能性はまだあるんですか？いや、ないないんですか？よし、一体正体は何なんだ。おっと、見えてきてる。さあ一体何だ。でかい。でかいぞ。優に、うわ、濃いな。こんなでかくないな。70ぐらいですかね。おお。でっけえでっけえでっけえよ。さあ、トム。はい。今日の戦いを終えてどうだった？今日は楽しかったです。実はクリアウォーターでものすごく楽しかった。あと見えますも結構いたんで、随分楽しめると思います。釣ってるやん後ろで。つとむ、もしかしたら後ろで徹底的瞬間が撮れてる。そう、今ロックさんがさりげなく釣った。手だ手だ。おお、なんか色、あ、これで釣ったんすね。トップで、トップで、ワンチャンと思って。すげえ。俺、色、変な色じゃん、夕焼けの色。トムのオープニングを撮ってる時に裏でジャッカルさんがさっきの組んでないよ。トップで、今日2本目。赤いよな。どれどれ、ちょっと見せてみて。さあ今ジャッカルさんが釣ってた、取れてるのかな。取れてるのか、これ。取れてるんです。ここで今日は、結果はつとむが31センチ、そしてレイ君がね20センチほどだったらしい。はい、20センチですということで、つとむ、はい、お前過酷なパなんでか分かるか、お前。分かんない。最初に言ったろ。はい、でかい方釣った方がお前、はい、過酷なバスゲーム。勝負はつとむの勝ちだけどな、一応、はい、サイズ勝負だから。でもサイズがでかい方が罰ゲームってことだったから、はい、ミスターつとむ罰ゲーム勝手です。レイ君、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。今日は見事ね、1,2,3,4,5人全員アンダー。よかったです。よかった。なあ、ちょっとどうだったこの川、お前。本当に楽しかった。うるせえ、黙れ。よし、レイ君また。はい、ありがとうございます。一緒に行きましょう。はい、またお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。
お願いします。頑張りますね。勝負挑みたいやつはかかってこいよ。おい、ショークロー、俺ダンマスだよ。勝負しろよ。